ゃあ5時にあんちゃんが来たぞ。結局どうします？藤本さん、まあ、うん、あ、じゃあ藤子さんの時は藤本さんで。 OK、 俺は分かった。あ、いいよいいよ。ちょっと掛け声決めてなかったね、内容掛け声を決めていこう。俺はさあから来たかって。私はこんばんはから挨拶。じゃあちょっと後で歩み寄ろう。よし、わかった。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。何回目でしょうか？第63回目でございます。はい、63回目、はい、新年2発目。はい、オープニングテーマは毎度おなじみではないけど、森本奈々さんのソウルメイトから始まります。まあ2回目だからな。そう、毎度ではなかった、うん、毎度これからやっていくってことですね。そうです、はい、ゴジニャンさん、フキトミさん、ハイパキシさん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、ね、フキトミ、あ、はい、OK です、大丈夫です。なんもないです、行きましょう。では今日も1時間よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますね、はい。昨日は新成人の成人式が、そう、新成人のお祝いの日ですよ、はい、成人式の日ですよ。成人の日でございました、ね、すごいね、浴衣、ね、じゃないわ、着物姿の浴衣、ちょっとラフすぎた、うん、着物な姿の方がね、そう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 、チラチラと京橋でも見かけましたけども、梅田でゲロゲロ吐いてましたね、みんなね。汚い、皆さんお酒の飲み方を覚えましょうということですね。お酒飲めるようになったからね。そうですね、あのニュースでいっぱい見てましたけど、今年も新成人はいっぱいやらかしてましたね、はい、そう、うん、何をやらかしてましたか？いや俺知らないんだよ。九州の方でなんかあれでしょ、暴走族がなんか、そうなんですよ、なんかね、うん、北九州の方やったら、うん、もうまるで戦国時代かっていうぐらいの、あ、修羅の国だからね、あそこはね、紫の袴に、うん、もう何十人もそれがもう旗振って、旗振ってな、バスとかも貸し切って、うん、バス貸し切ってくんの、バスの運転手かわいそうやろみたいな。ってことは業者にさ連絡をしてさ、誰かが事務連絡をしてさ、ね、バスを貸し切る手を取ったわけでしょ、とか、まあ、移動手段でバスやってて、うん、だから窓ガラスからこうなんか乗り出してる写真とかがアップされておりまして、バスは普通のバスなんですか？カラーリングとかしなくて、なんか観光バスでしたね。観光バス、だからもう本当に業者に頼んでってことでしょうね、なるほどね、とかとか、でも暴れてばっかりじゃなく、うん、まあ、でも暴れて有名なあの沖縄県、沖縄県ってその暴れること有名でしたっけ？結構有名だと思います。沖縄から私は暴れる、ね、イメージですよね、うん、がしかし、うん、まあ、暴れるってイメージがつきがちな沖縄ですが、うんうん、今年はなんとあの国際通りありますよね、一番あの繁華街というか賑やかな、あります、あそこで、はい、その新成人たちがなんとゴミ拾いを行っていたそうで、うんうん、袴で、袴で、袴姿でこう、袴じゃなくてジャージでやった方がいいんじゃないでしょうか。それは着替えてやった方がいいんじゃないの？それは、でもそれはやっぱ成人してる僕たちがやってますよっていうのが、ね、あ、なるほどね、アピールたいわけや。まあ、いいようにとってあげましょうよ、うん、そこは。そういう見えすくな、なんかそういうところがね。いやいや、でもすごいですね、だからメディアではやっぱりそういう若者たちが暴れてる姿ばっかり取り上げられてるけど、うん、こういう一面もあるんだっていうことをちゃんと見てほしいと投げておりました、ね。まあ、なんか熊本県 の、 あの阿蘇市でさ、毎年市長、うん、あの佐藤さんって市長がいらっしゃって、はいはいはい、あの歌を歌うのね。ああ、何の歌？で、今年はね、あのファンキーモンキーベイビーズ の、 あのちっぽけな勇気、解散しちゃったからね、ファンモンも。それは多分その人は考えてないと思うけど、めっちゃ別にこれアカペラで全部歌うからね、あの人。BGM とかもないんですか？ないないない、一人で勝手に歌ってるから。自分の音感頼り。うん、音感頼りで。やばい。ほぼ音感取れてないからね。それ需要あります、ね、うん、みんな苦笑いよ、だから。で、去年に至っては2曲歌ってますからね。何？去年はね、桃色クローバー Z の、うん、さらば愛しき悲しみたちよという曲と、うんうん、AKB48 のギンガムチェックを歌う。すごい。そう。AKB でも、うん、あのまゆゆ、あの二次元から飛び出してきたと言われているまゆゆ、知ってます？まゆゆ、そんなやつはいない。え、まゆゆいますよね。いるの？まゆゆと、うん、私が一番 AKB で大好きなパルルっていう、あの塩、うん、ファンに対してめっちゃ冷たい、ツンデレ、ツンデレな、うん、
子がいてて、あのじゃんけん大会で優勝してセンター取った子なんですけど、うん、大丈夫ですか、ごめんなさい、うん、はい、黒子さんごめんなさい、コンって言ってた、うん、まあパルルが20歳になったそうで、うん、ね、AKB からもどんどん成人者が出ておりますけど、まあね、そうですね、はい、まあでも、まあ、僕なんかもう28ですから、はい、もう8年前の話なんですけど、あなたいくつだっけ、私23で今年24です。24、はい、ってことは3年前、3年前、そう、なるほど、ん、どんな成人式だったの。私はですね、うん、まあ女子の皆さんならお分かり共感いただけると思うんですけど、とりあえず朝の4時起きで朝5時に美容室いいんです。あ、分かった、あのフリー袖をね、そう、フリー袖着なかし、髪の毛もセット、あれなんやかんやで時間かかるんですよ。あ、そうなの、なんか縛られてるみたいだって言ってたね、なんかね、縛られてる、なんかし、もういろんなものを、あ、もうめっちゃこんなんですよ、紐でもうなんか拘束されるんですよ、そう、なんかずっとすごい痛い感じ、痛い、重い、痛い、重い、痛い、辛いみたいな感じで、あー、何ともやんねんな、まゆゆとパルル、そう、ちょっとソーシャル拾っていきましょ う、 そう、ね、はい、パルル、ついに二十歳、あ、パルルってみんな知ってんだね、大阪市ではあの陛下が壇上でやらかしたみたいで、へぇ、陛下、陛下、陛下って読み、閣下、閣下ね、閣下って何あの、城の閣下、デーモン国連、違うでしょ、うーん、閣下って、あ、ツイッターのツイッターに流れてきましたね、その沖縄の掃除の写真、あ、そうなんですね、あ、そうなんだ、閣下ってあれじゃないの、松本、あの何、市長が出ていけとどうなった話じゃなくて、え、ね、橋本市長がうるさいやつらに、うん、お前ら出ていけって怒って、あ、そう、そんなことがあったから、そういう話じゃないかな、なんかフォーカスが動いてる、止めてと、うん、業務連絡も来ておりますが、はいはいはい、はい、まあ、そんな感じで、うん、まあ、朝4時朝5時インしまして、式、うん、行きました、あ、久しぶりっていうわちゃわちゃもありつつ、うん、なんやしてたらもう会場には行ったけど会場内には入らず、もう終了してて成人式、うん、気づいた時に、もう4時から縛られ始めて、縛られ始め、もう時間になり、着いた頃にはあの、出ちゃいました、時間になり行きました、会場に行きました、でも外で友達とワイワイ喋ってたら式はもう終わってた、うん、あのホールの中でやるんですよ、まあ、みんなセンターとか、文化センターっていうところでやって、ね、うん、でも式終わっちゃってて、うん、まあ、とりあえず一回着替えて、え、着替えんの、着替えますよ、もうすぐ着替えんの、終わったらだって実質何時間ぐらい着てんのそれは、え、でもなんやかん4時でしょ、うん、で、多分に昼ぐらいに終わるんちゃいます、5時間ぐらい着てるんちゃいます、5時間ぐらい着てるわけね、分からないけどね、うん、あ、でもまあ写真撮ったり、写真撮ってな、皆さんあのホテルの写真館とか行ったりね、うん、してもきっちりやって、うんうんうん、で、まあ写真も撮ります、はい、で、お昼頃から準備を始めてちょっとドレスアップして、うん、あの同窓会とやらに行くわけですよ、あ、それまた別の格好していくわけや、そうなんです、大変やな、袴までも着てなかったですよ、男性も、え、男性も袴までは着てなかったですよ、あ、そうなの、みんな脱いでくる、みんなスーツとかラフな格好の人もいますしね、貴重な、まあ、まずそれで中学校の同窓会行きます、うんうんうん、行きます、次高校の同窓会行きます、あ、もう時代順に行くわけ、そうなんです、小学校行かなかったのよ、小学校、あの田舎なんで小学校と中学校一緒なんですよ、うん、あ、そういう学校ね、ちょっと人が増えただけなんです、なるほどなるほど、だから結局一緒なんです、うんうん、で、ね、終わります、うん、で、ちょっと仲いいメンバーでやります、同窓会終わった後、同窓会終わった後のまた飲み会もあなたに楽しかったねみたいなことを喋りながら、はい、やります、はい、で、またそこでもちょっとこじんまりしてやります、どういうこと、小さい会、もう一個小さい会、小さい会があります、あ、なるほど、ね、もう違う店でやるんですよ、で、その小さい中で今度はもう友達ん家に行ってやるっていう、ちょっともう4時会ぐらいまで繰り広げて、なるほど、うん、あの時はすごいです、みんなハイになるんですよね、成人ハイっていうから、あ、なるほど、ね、テンションが自由になった、もうタバコも吸えるし酒も飲めるし、うん、誰かを殴ったら警察に捕まると、そう、ていうかもう、うん、自分が主役じゃないですか、言ったらその日は成人した、あ、みんながそう思ってるからね、ここそう、だからもうハイになって何でもできる気になって、うん、まあ若気の至りですね、お、クロアブさんは和服着てきついのは着慣れてないからだけ、いや、でもそんなことないでしょ、な、振り袖はまた別でしょ、着物とはね、そうですね、だって普通に着物は簡単に着ない、振り袖はここが長いんですよ、うん、長いとなんでなん、長い、え、この長いとなんで着るの難しい、いや、難しくはないですけど、まあ、4時から準備するんでしょ、何が準備一番かかるの、だから、まあ、あれ、あの中にどんだけ髪の毛が、ああ、そう、髪もあるし、うん、着るのもある、めちゃくちゃ大変なんですよ、そうなん、何枚隠してるか、この中に、あ、12二重みたいな感じだったわけ、12一重、12一重、それや、うん、
どえそこまでいかないけどね、紐も、うん、タオルも敷いて、うん、私もちょっと亀さんもねないですタオルいっぱい敷いておきますねとか言われて、まあそれはいいとして、小村さん、なんか知らん人が目の前にいる誰、あ、藤本でございます、初めましてよろしくお願いいたします、はい、明けましておめでとうございます、就任していただきました、 ありがとうございます。私ちょっと聞きたかったのが千葉県出身って、ね、千葉県の浦安市出身ですから、はい、やっぱ東京ディズニーランド、東京ディズニーランドでありますから、あれちょっと詳しく教えてください、どんなの、僕その日大阪で酒飲んでゲロ吐いて寝てました、もういいです、はい、もういいです、何もしてません、はい、じゃ あ気がついた時にテレビの向こうでミッキーが手振ってます、もういいです、はい、全然夢もクソもないです、ごめんなさいね、はい、じゃあ早速コーナーに行きましょう、はい、はい、では今日はあの男のコーナーでございます、どうぞ、準備してきてくださいよ亀井ちゃん、はい、今年24歳ってことはこの後のコーナーで出てくる西村かなちゃんと学年1個違いでしょうかね、そうですね、1つ違いまして、うん、あと西村かなさんは今日はお休みでございます、来週から、ああそう、西村かなさん、ね、来週と再来週の回で、はい、あら、小村さん、言うと調子悪く読み込み多く会話が途切れ途切れです、うん、なんとかしてください、いや、久しぶりですね、ねえ、久しぶりですね、やりましょうか、あ、やりましょうか、はい、じゃあ行きましょう、はい、いけちゃんの見せたいねごめん、勝手が分かったんで、勝手が分かったんで、予習しといて、ね、はい、いけちゃんの見せたいね、はい、今日は何を持ってきてくれましたか、はい、このコーナーは、大京橋大京橋、はい、京橋をテーマパークということで、もう笑ってタイムテーブルが飛んだ、はい、大京橋、はい、京橋テーマパークといって、まあ、もともとある店舗さんを、はい、に、限定メニュー、一押し限定メニューとか言ってアトラクションメニューって呼んでるんですけども、こういったのを、まあ7店舗だけなんですけど今のところは、それを、お客さんに来ていただいて楽しんでいただこうという企画なんです、うん、はい、でプラスその中で、大京橋ライブですとか、マーケット、そういったのをしてるんですけど、はい、それを、情報を中心に、構成しているコーナーです、コーナーでございます、はい、そこでちょっと、はい、あのソーシャルを拾いたいと思いますが、はい、結構闇本さん、はい、いろいろコメントがいただいてますよ、 iPod カタカタ言わすな闇本、iPad、 ごめんなさい iPad ね、 iPad カタカタ言わすないんだけどね、うん、で小村さん、藤本さんって誰、ね、またひどいのがゴジニャンさん、一応お笑いの人みたいってなんやそれお笑いの人ですあ、池田さん風邪、声も声も顔も変ですけどそうなんですよね、顔はちょっと腫れてる、新年一発目で、はい、むくんで、あ、今日一発目なんですね、風邪ひいてるんです、あ、風邪ひいてるんですか、二十歳で捕まるわけやない、少年でも犯罪を犯したら捕まる、ええ加減なこと言うなってあ、失礼しました、はいね、なんで池田くんセンターなんっていうね、一応コーナー担当者ですからね、なるほどね、はい、今年から変わりましたんで、ね、2MC の間に挟みました、ね、はい、またまねさんが、池ちゃん明けましておめでとう、あ、おめでとうございます、今年もよろしくお願いします、うん、はい、おはようって言わないとまたもですあ、おはようおなじみの、はい、はい、では今日は何かご紹介してくれますか、はい、今日はこの大京橋情報と、はい、ではなくではなく、ではなくではなく、あの、はい、京橋のお店で、そう、気になってるんですよ、はい、それ何ですか、こちらです、いぶし屋さんという、はい、燻製専門のお店、かっこいい箱、燻製ですか、はい、うん、最近流行ってますね、燻製、食べれますよね、燻製って味がね結構独特できついものとかもあるんですけど、はい、こちらはどうなんでしょうか、はい、こちらはあの直接私もあのお店の方行かせていただいて、はい、食べたりして美味しかったんですけども、そんな癖もなく、うん、はい、食べやすい商品となってます、どんな燻製があるんですか、はい、ご紹介いたします、さっき地図の画像を入れていただけますでしょうか、わー何この、お店の方のちょっとねお歳暮セットみたいな、なんかねしたいなと思ってます、こんなん来たテンション上がるなんか謝りに行く時のセットみたいですね、はい、今地図出てると思うんですけども、はい、下の方に書いてます、JR 京橋、はい、京阪京橋から、北に上がっていただきまして、国道1号線があの道路、大きい道路があるんですけども、うんうん、それを越えていただくと真実の口、はい、イタリアのね、うんうんうん、あれの大きいモニュメントがあるんですけども、うんうんうん、商店街の商店街の最初にね、はい、そのモニュメント見えたらそのまままっすぐ北に上がっていただきます と、この図にも書いてます、京橋中央、京橋商店街って書いてあるんですよ、中央商店街なんですけども、はい、越えていただいて、100円ローソン、左手100円ローソン、
で右手がベジタっていうお店があるんですけども、それを右に曲がっていただきますと、ショットバーデンとイブシアさんというこちらの今からご紹介するお店に着くんですけども、はいはいはい、あまりよく分からなかったんですけど、とにかく地図を見ていくようにということでございますね、はい、今、はい、画面には地図出てると思うので、そうですね、はいはい、説明したいと思います。はい、でもう一つギフトの画像を入れていただいてもよろしいでしょうか。はい、すごいこれ、こちら出てると思うんですけど、今3000円、5000円、7000円、3種類今ギフト、もともとはそのお店さん、お店さんで、来ていただいて食べるものを、まあ、今回がギフトを作ったということで、冬お歳暮なんかにも発売されているみたいなんですけども、はい、オリーブオイル漬けカツ、はい、で今回は、5000円の分、うん、9品の、詰め合わせの分をお持ちしました、うん、あ、これ5000円セットなわけですね。はい、これは5000円セットです、ね、あらやだ、ホタテ、あらやだって、はい、ごま油漬けはい、はい、あらやだよ、これマヨネーズなんかも作っちゃってる、はい、すごい、燻製じゃないですね、くん、でもあの燻製です、あ、燻製マヨネーズ、マヨネーズも燻製なの、燻製です、どうやって燻製にするの、食べるって来てる、これね、お借りしてるだけ、うん、ですよね、そりゃそうなんですよ、お金がないんです、我々は、シシャモ、申し訳ありません、すごいシシャモも立派、はい、弱々しくない、立派、はい、弱々しくないって、うん、カペリンじゃないってこと、有名なスモークビーフね、台湾のアイガモもあったり、はいはい、何これ、何これ、あ、チーズ、絶対美味しい、これ、うん、これをかけらかけら食べるのが美味しいですよね、うん、美味しいですよ、チーズとか、なるほどね、はい、まだあるよ、まだあるよ、明太子、うん、いや、明太子、卵、ありがとうございます、美味しそう。パックしてる。なんかやっぱお歳暮って言ったらやっぱハムとかね、はいはい、あのあサラダ油とかそんなのばっかりになりそうですけども、うんうん、はい、燻製もらったらちょっと嬉しいですね。うん、そうなんですよ、うん。純粋にほんま食べたいって思いますよね。うん、はい。テンションも、うん、なんか綺麗、洗練されてますよね、すごく。そうですよ。高級感が。はい。この方すごいおしゃれな方で、うん、もう箱とかもこだわってて、ね、綺麗な。イブシヤ。ね、なんかこうなんですか、シンプルなね。はい。iPad みたいなね。こんな感じです。すごい iPad 使いますね。はいはい、そういった、ギフト、はい、一応今日ご紹介したいとしてます、うん、で、こちらのギフトなんですけども、うん、予約のみ受け付けてまして、異物の時間かかるからね、うん、そうなんですよ、うん、でまだあの工場っていうわけでもなく普通の一般のお店さんがやってるんで、うん、店先で、ね、店先で作ったりされてるんで、なるほどね、結構貴重なんですね、そうなんですよ、その大量生産としておらず、なんでこれ異物してるんですかね、イブスは、そのいや、いろいろあるじゃないですか、うん、桜チップとかね、あ、桜チップです、あ、桜チップ、はい、本場ですか、それ、それ本当です、あ、本場ですか、はい、桜チップでやってると、あの、もういつも店の目の前でしてくださってます、あ、そうなんですか、店の目の前でやってるんですか、目の前でやってます、なるほど、はい、なるほど、なるほど、じゃあそれを見ながらね、そうなんです、買っていただければ、はい、さぞ美味しいでしょう、はい、うん、こちらの方なんですけど、予約のみ受付、はい、ご予約から1、3日から1週間でお渡しできます。やっぱ3日ぐらいかかるんですね。なるほど、なるほど。はい。で、こちらの方は、それぞれ単品で、まあ、初めにご説明した通り、いぶし屋さんっていうお店と、うん、地図にも記載されます、ショットバー、デンさん、うん、系列店なんですけども、こちらの方でお酒とともに。あ、デンさんで、もう、バーで、試食といいますか、食べることができるわけですよ。はい。飲みながら、あ、それいいですね。そうなんですよ。なるほど。はいはい、そちらの方もう電話のみの予約受付で、電話のみ、今電話番号ちょっと言ってもね分かりづらいので、後であのソーシャルの方に上げときます、はい、電話番号予約も、はい、はい、とあと、まあ、ギフトセットのお受け取りは手数ですけども、うん、直接お店の方でお渡しあったりしますので、はい、送ってくれないんですか、え、いえ、知り合いの方やったらお送りできるみたいなんですけど、ここもいかんせん、知り合いの方じゃないとお送りできないなんですか、その差別いかんせん、はいはい、なんですか、テレビショッピングでもなく、なるほど、こういうギフト屋さんではないので、うんうん、お店さんがやりだしたギフトなので、そういったところで、うん、電話番号まだ後でお伝えしますので、そちらの方から、はい、はい、ぜひね放送していただける す, すごいちゃんとね、はい、美味しいお召し上がり方の一例、さっきのマヨネーズとかやったらね、はい、生野菜とかに食べていただくとって、はい、いろいろ書いて、マヨネーズ説明書もついてます、生野菜で食べてくれって結構普通ですね、なんかつけたり、うん、料理でお使いいただくといろいろ楽しみくださいとのことですよ、あとね、バー来ていただいたらそれに合うお酒なんかもご提案いただきますので、あ、いいですね、あ、それはいいです、お店の方にもぜひ、あ、もう美味しい、はい、
ごい、ね、なんかこだわりがすごいあるのが伝わります。ちょっと読んでくださいじゃそれ。アイガモやったらお好きな厚さにスライスしレンジなどで20秒程度温めていただきますととか、はい、あ、そういうことね。牡蠣の場合は10秒程度ほんのりと温めてお召し上がりくださいとか、うん、あのちゃんと秒数もこだわりがあるんでしょうね。何ワットとかあるんですかね。でもそのワット数はまあ、いやだけどね、ありますよね。ありますよ、大体の。でも書かれてはないですけどね。なるほど、まあまあ、結構適当な感じで、ね、はい、ぜひ、うん、大阪京橋いぶし屋さん、はい、ぜひチェックお願いします。もしくはショットバーレンさんに、ね、検索いただきますとホームページにございます、はいはいはい。あと不足ですけども、25日、1月の25日にこの、うん、こちらの配信させていただいてます京橋、井戸端ステーションと、はい、ショットバーレンさん、いぶし屋さん同じ商店街内にあるんですけども、うん、京橋中央商店街っていうところにやってるんですけども、うん、25日100円商店街っていうイベントがあるんで、あのね、私も何回も行きました、はい、こちらの方の商店街の中で全部100円の商品をお店さん、お客さんに提供する、それぞれのお店が、はい、それをね回っていただいて一律でね。そう、お好み焼きも100円だったりとか、はい、お得なんですね。すごい、そうなんですよ。何、みたらし団子じゃなくて、うん、わらび餅、うん、わらび、すごい美味しかったです。はい、そちらの方でも出店されるということで、燻製商品、燻製をね、はいはいはい、初めにお試しというか、そちらの方で、まあ、お越しいただいて、はい、そちらの100円の商品燻製食べていただいて、で、まあ、ギフト購入いただいてもいいかなと思ってますので。なるほど、はい、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。え、ごめん、大京橋とこれ全然関係ないですか。あ、関係ないです。なるほど。はい、これはこれでまた、そう、はい、うん、いろいろ活動してるので、これ一応また毎週火水やってます。あ、火水やってるんですね、はい、定期的にやってるわけなんですね、はい、なるほどなるほど、はい、ぜひそちらもお越しください、はい、ありがとうございます、はい、今日はね、また一人、はい、うん、そうなんです、世帯年から、はい、あと紹介していただけるようで、はい、京橋のイベント情報ということで、はい、はい、いつもの男に来ていただきたいと思います。はい、それではお越しください、はい。では池田さんとバトンタッチいいですか、はい、視聴者の方に挨拶しなくて、はい、皆さんもう今日は終わりですよ。風邪ひいてますからね。いいですか、はい、風邪ひいてます。まだ本調子で来ます。はい、しんどそうですね、顔が熱そう、暖かくて、暖かくじゃない、赤くて。池ちゃんでした、ありがとうございました、はいはい、さてさて、ではいつもの男です。いつもの男さん、自己紹介をお願いします。ザ・ブルーハーツをこよなく愛すおさむです。そこは一緒なんですね。そうなんですよ。そこは一緒なんですね。お願いします。はい、今日は何やら宣伝がまたまたあるそうで、そうなんですよ、かれこれ、はい、3ヶ月ほど前から出してもらって、はい、もう3ヶ月も経つんですか。そうなんですよ、はい、いきなり時間あげますんでどうぞって言われてから、ね、カメラがわからんかったんですよ最初。あ、カメラのイメージこうじゃないですか。あ、でカメラに向かってどこにカメラがあんねやろから始まったんですよ。なるほどなるほど。でその時からずっと京橋のアグレさん、はいはい、っていうことをずっと言わせてもらってて、はい、でその時はまだ全然イベントも決まってなかったんですよ、うんうんうん、でオーナーにさせてくださいっていうのをずっと伝えてたんですけど、オーナーにオーナーさんにさせてくだ、あ、オーナーにイベントをさせて、オーナーにしてくださいっていうことオーナーにイベントをさせてくださいって言ったんですね。びっくりしました。毎週ライブします。急にオーナーとか言って僕オーナーにしてくださいっていうのはおかしな話ですけど、まあ、はいはい、ずっと毎週ちょっと、はい、押していっとって、はいはい、でとうとうやらせてもらえることになったんで、あ、おめでとうございま す, あのついに念願が成就、念願が、うん、なるほど、念願が叶いました。なるほど。でこちらちょっと店の宣伝ちょっとしばくちゃなと思った、しばくちゃこちらのアグレさん、アグレさんで何のお店なんですかこれは。でバーとはい、グリルと料理もすごい美味しくて、はいはい、2店舗あるんですよね。そうなんですよ、ちょっと大人めな上品なレストランと、レストランとカジュアルなカフェっぽいレストラン、どっちでやるんですか今回は。レストランの方で、レストランの大人っぽいところで。そうなんですよ、こちらの、うん、はい、ね、結婚式の二次会とか実際結婚式もやって、あ、そうですよね、なんかやってましたもんね、一回見た時ね、ここでね、うん、まさかのワンマンさせてもらえること。あ、ワンマンなんですか。そうなんですよ。何時間歌うんですか。ね、構成が8時半からオープンさせてもらって、うんうん、最初30分は食事とドリンクと頼んでもらって、うん、ディナーショーじゃないですか、完全にも今回ディナー生ハーツというイベントになってまして、オサムハーツのディナーショー、ディナーショーです。すごいですね、地位上がりましたね。ありがとうございます、ね、髪の目向こうみたいですね、なんかね。もうすごいじゃないですか。いいのやり、はい、やりたいと思います、はい、で今回席が50席っていうことで、あ、なるほど、50席限定、
ちょっとこう声かけとって、はい、あのよしほんならちょっと詰めていこうかと、うんうん、2日でなんとソールドアウト始まりました。えもう売れたの？あもう全部完売しました。じゃあ なんで今日来たの？はい、なんで今日来たの？はい、今日売れちゃったんでしょ？はい、売れちゃったら宣伝することないんじゃないですか？え、ダメですか？そんなことないですけども、はい、売れたんだぜ、売れたんだぜって自慢に来たんですか？じゃあ京橋テレビに出してもらって、うん、はいはいはい、あのかれこれずっとこの格好させてもらって、やっとさせてもらって、あなるほど、ソールドアウトさせてもらいました。なるほど、要はあのご報告に来られたわけですね。そうなんですよ、感謝の意味を込めてね。今日はあの、はいはい、イケあのであの京橋テレビからはイケちゃんが、はい、あの予約もらって、ああそうですか、そうなんですよ。なるほど、ありがとうございます。あ、じゃあ予約もらってな、いや僕ちょっと調子悪いんで、いつも調子悪いです、ね、調子悪いです、ね、はい、申し訳ございません。はい、であのちょっと余談になるんですけど、はい、もう一個いいですか、ね、こちらは、はい、告知ですかね、はい、こちらもちょっとあのたまたまブラッと行かせてもらった宮古島のあのワクワさんっていう、ワクワさん、ちょっとこちらになるんですけど、以前ね、ミュージックイズムとか京橋 TV にも実際出てくださったことがあの金沢さんがね、あのちょっと気になったんで突撃に行ったんですよ、はいはい、ただちょっと今度音楽のイベントをやるっていうことで、よかったらあのしませて出てくれませんかって言ってくれたんで、でこのポップ作らせてもらって、2月16日、そうなんですよ、日曜日、うん、日曜日で12人しか入れないんですよ。すぐ生まれそうですね。おさむさんも入れて12人やから、お客さんも12人、おさむさんも入れてですか？そうなんですよ。あ、そうですか。あの、あ店測ったんですけど、ね、またむねさんがワンマンですって、ブルハーツ漫談と名付けよう。で、岸井さん、京橋テレビはなく京橋 TV です。あ、ごめんなさい、京橋 TV です。あれ、もう3ヶ月経つのにこれどういうことかな。すいません。そう、視聴者の皆様、おさむハーツさんの歌はぜひともライブ会場で楽しんでくださいって岸井さんがね、あ、書いてくれてますよ。ありがとうございます。ユーストリームだけじゃなくて ね実際の生歌を聞きに来てください。あの、はい、ちょっとこの井戸端ステーションではちょっと歌わしている時間がもらえなくなったんですけども、うん、あのごめんなさい、ね、いやいやいや、ごめんなさいね、ごめんなさい、いろいろ大人の事情でね、ちょっと事情がね、うん、やっぱり時間が、いや、本当聞きたいのよ、うん、ほんますか、ほんま聞きたい、聞いたことないでしょ、うん、調子調子調子、就任して間もないから、まだね、はい、これからこれから宣伝してください。で、あの引き続き、はい、京橋テレビジャックの方も、あのこれも京橋 TV ジャック、 TV おかしいですよ、もう定例ぐらいまで見えてますよ。いや、これを日本語に訳したんですよ。なるほどね。京橋 TV ジャックの方も、はい、あの伸ばさせてもらいまして、これはね、本当に京橋 TV としても助かりますよね、宣伝に。あのね、またね、第1が160再生いかしてもらいました。ああ、なるほど、160ってことは京橋 TV も160プラスで見てもらえてるって考えとこ。そうやな、そうしておこう、うん、キラキラ。ありがとうございます。ありがとうございまして、じゃあね、あのぜひ第2回時はまた、はい、じゃあ今のところ、はい、見れるところはアクアさんの11名の枠に滑り込む以外はないということですね。 あとはうん、片町カフェの方で、片町カフェで、あの配信の時は後でやらせてもらえる時はやらせてもらう時はやらせてもらう、いつやらせてもらえるかは分からないので、まだ分からない、もう常に来ていただければ確実だと、はい、おさむハーツも出たいねん、出たいねん、出たいねんですよ。あ、なるほどね。ちょっとヒゲちゃんと交渉してください。はい、おさむハーツの出たいねんは自分の話でしょそれ。出たいねんって自分の願望でしょそれ。そうなんです。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はいはい、よろしくお願いします。すごいですね、50ね、ね、売れるんだ、嬉しいです、はい、よかったですね。いや、これでね、全然いなかったらどうしようと思ったんですけど、50売れちゃうんですね。そう、いろいろ、ちょっとね、いろいろ、うん、あ、なになに、ちょっとお話が変わって、レディー4、さっき谷さんが書き込んでくれた、まあ、後でね、また言いますけどね、はい、お、早い、もう5名の方が寄付されてますね。僕も後ほどさせていただきます。ありがとうございます。これ、はい、なんて読んだらいいんだろう、これよ、よろく、よろく、わかんないです。はい、 4690SS さん、ありがとうございます。ね、来週西村さん出るよ。実は聞きたくないのかもしれない芸人さん、そんなことないですよ。もうすごい聞きたい、ブルーハーツさん、ブルーハーツじゃない、オサムハーツ、ごめんなさい。ブルーハーツさん、ブルーハーツもオサムハーツも聞きたいね。はい、そういうわけでございます。芸人さんって藤本さん、僕のことよ。そんなことないよ。え？落語家。落語家じゃないよ。芸人。うん、わかんない。もう適当じゃない？うん、人だよ、人。人間。人間として。私も人間。うん、そういうことですよ。はい、そういうわけでございまして。では、いや、でもいいですね、なんかね、はい。どんどんこのアーティストがさ、大きくなってくれたらね。そうですね、確かに。羽ばたいていってください。ぜひ、はい、利用していただいて、バンバン何かされて、活動 ね。歌でも
もう終わったら走って帰ってきました、あの人。歌だけじゃなくて、なんかイベントをするとか、うんうん、こういうボランティアしてるとかでも全然京橋 TV で、はい、言ってもらえたら、はい、宣伝利用していただけたらと思います。分かりました。はい、じゃあ続きまして今日はゲストがもう一人いらっしゃいます。そうなんですか。若くて綺麗な、あ、いいですね。なんか音楽流れてますけどね、はい、お呼びしましょう。藤子さんです。あ、華やかになります。よいしょって、もう、よいしょってちょっとね、はい、若いと言いつつもね、はい、では自己紹介をお願いします、はい、あ、藤子です、よろしくお願いします。よっ、藤子さん、あのカメラってどこなんですか。これです。あ、そうですか、はい、ちょっといろいろ機材があるね、はい、あの思ってたより小さいでしょう、はい、そんなもんでございますわ。思ってました。違いますよ、違いますよ。藤子さんは関西都内でライブ活動中で、はい、作詞作曲、ピアノの弾き語りもされてるダンスシンガーソングライター。なるほど、はい、そうです。ダンスシンガーソングライターです。ダンスシンガーソングライター。踊りも歌も、はい、歌もシンガー、あ、なるほどね。何でもマルチプレイヤーだよ。やります。なるほど。どうですか、今日は CB 初出演ということで。初出演、なんか面白いですね。いやね、ちなみにあれですからね、藤子ちゃんも、はい、あの藤子の部屋ってね、はい、YouTube で番組やってますからね。やってます、やってます、ね、どうですか、はい、やっぱり自分の番組をやるのとゲストとして出るのと、なんか変な感じですね。そうそう、なんかね、あのこの間見てた時はね、はい、お餅の数何個食べたかをみんなに聞きましたね。はい、まあね、そうですか。いや、全然もうペペですけど、リズムがすごい、ね、リズムがね、うん、はい、ちなみに今これかかってるのは藤子さんの音楽。はい、そうです。これ何と曲なんでしょうか。これポイズナスという歌なんです。ポイズナス、あんまりライブでは披露してない歌なんですけど。あ、そうなんですね、はい、藤子さん盛り上がってきます。またむねさんが藤子ちゃんって、 あ、あれですね、これは多分藤子ちゃんってやつですね。藤子ちゃんってやつですか、ね、あのそっちの藤子ちゃんは、藤子にとってはインターネット検索のライバルなんで。あ、なるほどね。あ、私が NG だったの。あ、SH ゆかしさんが初見です。レディフォードページから来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと30分ほどございますので。キッシーさんがね、かわいいって書いてくれてますよ。ありがとう。じゃあ藤子ちゃん、吹きとみさん、ね、で先ほどコメントくださった方は、白熊車掌と発音してください。あ、これ白熊車掌って言うんですね。なるほどなるほど、わかりました。画像も白熊でいいですね。はい、はい、ではいろいろね、行きたいと思いますが、この先ほど言った藤子の部屋という、はい、こちらは最初藤子チャンネルっていうラジオから始まって、パワーアップして藤子の部屋、はい、なるほどなるほど、映像化して藤子の部屋っていう設定で、後ろのバッグとかも藤子の部屋っぽくして、はい、はい、お城みたいなバッグ。あれ CG ですよね。そうです、合成なんですけど、すごいね、はい、うん、こちらが毎週木曜日に配信してます。時間はいつかは分からないので、配信、そうです、配信したらすぐに Facebook からアップしてます、うん、はい、なのでチェックしていただけたらと思います、はい、DJ ミニマムシャークさん初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ね、ゲストの藤子さん。またむねっくさん、藤尾さんって書いてます。これ誰ですかこれは。藤尾さんって誰ですかこれ。、はい、京橋に近いところに住んでいるんですが、レディフォーで番組の存在を知りました。昔ユーストリームやってたので懐かしいです。あ、なるほどね。なんか藤子さんが出たとか、いっぱいソーシャルが盛り上がってる。本村さん、徹子の部屋は50年目だそうでございますね。ちいさん、困った藤子さんが可愛すぎる。そういうことですね、はい、でお褒めの言葉もいただいておりますね。はい、ありがとうございます。一気に花が出ますよね。こんなに色味がすごく明るいのに、こうも違うのか、うん、着てる人でこうも違うのか、まあね、まあね、まあ女の子ですからね、やっぱりね。はい、それで、あの藤子さんの特技は、はい、歌とダンスと作詞作曲とお絵描き、はい、お絵描き、そう、お絵描きとお聞きしましてね、はい、ちょっとじゃあどんなお手の物か拝見しようと。なるほど。上から目線どうしよう。まあ、だからでも一人だけやられてもさ、やっぱこう分かんないじゃん。そうそう、はい、ね、だから比べる相手がいないといけないということで、はい、今日は亀井ちゃんに、かませ馬となって、かませ犬となっていただいて、あの絵心がすごく、はい、素晴らしいで有名な亀井がぜひ紹介させていただこうと。困った藤本さんが邪魔すぎるとどういうこと。おかしない、それなんか。おもろい。じゃあ、はい、ここでお絵かき対決を急遽やらせていただこうと思います。お題は、はい、その困った藤本さんに出していただこうと思います。わかりました。じゃあ、お題、
そうですね、じゃあ新成人何ですか、新成人ってじゃあそういうのちょっとパッとちゃんと書きやすい、新成人を成人式の新成人じゃないか、もっと分かりやすいもっと分かりやすい、分かった、インディアン、インディアンって何ですか、インディアンでいけ、インディアン分かるやろ、もっと可愛らしい、可愛らしいの、可愛らしいの、可愛らしい、可愛らしいの、可愛らしい、ミッキー、じゃミッキー、ミッキー、あ、ミッキーあかん、ミッキーやったらあかんわ、ミッキーやったらディズニーから訴えられる可能性があるから、訴えられます、じゃあ分かった、くまモン、くまモン、それ何でしたっけ、それくまモンから来ないんですか、え、くまモンから来ないんですか、来ないでしょ、クマも半券フリーよ、え、バビーさんってダメですか、バビーさんだったら、何、お前自分の得意なもん言うのやめろよ、負けない、バビーさんって何ですか、バビーさんです、愛媛県のゆるキャラで、去年、全然分かんない、1位になったえ、分かんない、愛媛県今治市、ごめんなさい、身内ネタ、じゃあどうする、もういいの、いや、どうする、もう、え、クマモン、クマモンじゃない方がいい、なんかね、ちょっとセンスないですよね、なんやねん、ほら、そうですね、言われてますよ、じゃあ、何にしよう、じゃあ、イルカ、あ、そうそう、そういうのがいる、イルカでしょ、イルカ、うん、イルカ分からへん、イルカ分からへんの、見たことない、え、イルカやったらあたい全然絵心ないですよ、きっとイルカやったら絵心ないって、それ、はい、絵うまいって言うんですか、本当に大丈夫ですか、だって、え、イルカがなんかどういう形やったっけっていう、イルカとか見ないで水族館とかいるじゃないですか、藤子ね、水族館苦手なんですよ、なんでやん、あ、分かります、私も動物園と水族館苦手、動物園大好きなんですけど、うん、水族館がダメ、 いつも言ってるんですけどね、藤子多分前世魚に食べられて死んだんですよ、へえ、そうなんや、俺なんか魚見ると怖いね、魚恐怖症、じゃあそんな魚恐怖症の藤子さんにイルカを描いていただきましょう、ちょっともうちゃっちゃっとね、柳家小三治でお願いしますってまたもネックスが言ってますけどね、無理です、ね、下小路さん晩ご飯できたので視聴ありがとうございます、そう下小路さんね、あの先週も何か作られてたみたいで、ごめんなさい、あの大丈夫かこれ絶対こんなん歌おうと思うけど、ちょっとねこっちの金魚みたい、藤子さんがね大きな真珠の首飾りですねって言われてますけどね、はい、パーラックス大好きなんです、藤本さん顔でかいですね、うるさいわ本当にもうほっとけやっぱね顔が小さい2人に囲まれてますから、もういいやもういいやいいんです、私の絵心なんてもう、はい、じゃあ、見させていただきましょう、いいですか、はい、では、一斉にオープン、ドン絶対イルカじゃないですよね、ハテナマークついてますもん、イルカってもうなんかもう平面するよ、イルカがわかん、うん、どこになんかセーフセーフ、あ、ここにセーフ、あ、え、これ何、いるか、手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 、何、手、手があるの、いるかに、え、なかったですか、ユーストリーム番組のプロデューサーさんからセーフをいただいたので、これはまた、まあ、勝敗はまた後ほど、待って、これは何なんて、これはイルカだって、イルカなのこれ、でもこっちの方がイルカっぽいですよ、なんかもう、トビウオみたいになってるよ、こんなんやね、イルカって、あー、じゃあなんかお題がダメですよ、なんでやねん、お題が、悪いなんやろ、お題ダメですよ、はい、他にもね、藤子さんにちょっと迫っていきたいと思うんですけど、はい、かなり早々とお絵描き対決は済ませて、あの象眼マッサージをねされてるってちょっとブログで発見しまして、はい、それを私も女子ですのでマッサージとか興味があるので、はい、教えてもらいたいなと思ってはい、象眼マッサージは、はい、ずっとやり続けてると目が大きくなります、あらこれ以上大きくなってどうしちゃうのっていう感じですね、本当に目大きくなりたい、教えてください、藤子でも目大きくなりましたよ、多分ちょっとだけ、うーん、亀井ちゃんもう少し大きくしてもらおうか、大きくしよう、はい、あ、でもあのリンパマッサージなんで、うん、あのここにリンパ溜まるんですけど人間って、うん、全部ここからここに流していく作業を寝る前に、え、どうやるんですか、寝る前にこの辺、目とかだったら、目とかだったらここからこう来て、でまたこう行ってここまで持って行って、あとここに流すという感じ、ちょっと待って、分からんわ、待って、ここじゃ、え、顔に描くんですか、大丈夫なんですね、え、いいですよ、じゃあ終わりました、はい、あ、ぜひぜひ、もういいですよ、大丈夫、はい、え、どうぞ、いいですよ、なんかこれホワイトボード用のペンなんで、じゃあ全然いいですよ、大丈夫みたいですよ、え、まあまあいいですけど、はい、じゃあ、絵に描きますね、絵に描いてもらうか、はい、そうしましょう、絵心ある藤子さんの顔にね、ね、そうですね、目があったらな、あ、そう、顔も描くわけな、うん、そうですね、ペン描いても一緒だな、うん、うん、はいはい、人間の、小村さん、亀ちゃんのは魚でしょ、あ、ゴジニャンさん、亀ちゃんなかなか似てる、藤子ちゃんも似てる、
何が似てますか？あのイルカの。あ、イルカ似てますか？似てはないだろ。小村さん、藤子さんの方がうまい。やった。ネルボルンさん、亀ちゃん終わった。増顔、はい、はい、あります。こんな感じでございます。まこんな顔があったとしたら、はい、まずですね、口角を上げるのは、はい、ここからここに持ってくるんですよ。指で、指はどんな感じ？こんな感じ。指は2本指ぐらいで、2本こんな感じ、ね、ここからむにゅっと上げて、うん、ここに持ってくる。そうです、そうです。それを3結構面白いと思います、ね、3回ぐらい繰り返す、うん、面白い面白い、それやって面白い。そうです、そうです、そうです、うん、で次ここから上げたら次こっちに上げます。うん、そうです。で、うん、ここを3秒ぐらい押し続けて、押し続けて次、はい、こっち向けに流します。次ここ、はい、こっち流します、こっちに。でこの耳のところに、ここここら辺にリンパを流す、あの、溜めるとこがあるんですけど、ここですね、このゴリゴリして、そうです、ここです。あ、ここね、はいはい、ここね、耳たぶの手前ぐらいにリンパが溜まるとこがあるんですけど、ここに置きます。で、そこに最後に首からこの下にかけてギュッと下に持っていく作業をするんですよ。まずこの顔の下半身がこんな、こうやって。クロッパさんが、女子だけがマッサージ好きなわけやないぞ、みさとは。世の中には闇元の好きなマッサージもあるんやと、まあ、これ完全に下ネタですよね。大丈夫ね、分かってるで、俺もその気持ちは、はい、分かるよ、その気持ちは。はい、ほんで、ね、藤本さんの目の中に突っ込んでやれ、どういうことですかこれ。めっちゃ怖いですね。間違えたって言って、はい、うん、はい、で、次、目の体操は、はい、ここからこっちにも、あ、こっちに、こっちに書くね。あ、何、え、下に持っていくんじゃないの？こう持っていって、うん、あ、また間違えた、間違えた、こっちだった、うん、こっちからこう持っていって、うん、で、またこっちに持っていって、うん、で、こう行って、こう行って、こう行って、こっちに流す。なるほど、つまりここにとにかく溜めなさいってことですか？そうなんですよ。なるほど。で、全部こっちに溜めます。内から外行って、もう一回内行って、一周して、こう行って、こうです。そうです、そうです、なるほど、それ3回覚えたじゃないですか、それをやる、ま、なんで、まあいいや、そういうことね、そういうことでございまして、そういう増顔マッサージをやればいいということでございますよ。そうです。で、小村さんがね、増顔マッサージの増が動物の増になってたんですが、これはあの、そう、造形作る、造形局の増、うん、作る顔ね、うん、今書いてくださってます。オタク富士さん、このまま藤本さんフェードアウトの方向で、なんでそんなことですか。オタク目の前にいるって、ね、そういうことやめてさん、本当にもありがとうございます。はい、というわけでございます。そんな感じです。藤子さんの、はい、みんなでね、動画マッサージをやって、マッサージ教室ちょっと開きたわけでございます、うん、みんなで美人になろう、うん、はい、ライブもあるということで告知をバンバンさせていただこうと思います。はい、まず近い、もう明後日です。なんと京橋で会合するんです。場所はどこでしょうか。はい、京橋のベロニカというところで、はい、毎月出させていただいてるんですけど、あさって16日に、出演します。こちらが40分のステージになってるので、はい、いつも最近フリーライブがすごく多いんですけど、はい、フリーライブ、はい、フリーライブとは何ぞやと。フリーライブは無料で観覧できるライブで、はい、いつも外とかでやってるライブなんですけど、そういうライブとはまた違って、全然フリーライブとは違うライブをしてます。例えばピアノの弾き語りとか、うんうん、映像を作って、なんか映像と一緒にダンスしたりとか、それなんか面白い感じの、うん、ね、はい、なんかエクササイズみたいですね、面白い感じでやってます。はい、はい、で次は1月の18日、またこれも近いんですけど、はい、アベノフークで、こちらはフリーライブですね、ただで見れます。しかも2ステージ、14時から、はい、お昼の2時から、はい、2時からと2ステージから、あともう1ステージは、そうですね、そうですね、あ、それ当日にいつも出演者さんが来て何番目にするかも、なるほど、当日に決める感じなので、ね、2時から来ていただいたら必ず行きます、はい、で、来月2月5日は京都の山陰で、はい、山陰パラダイス19時から、こちらも2ステージ、そうです、こちらはなんか居酒屋さんみたいな感じなんですけど、すごいめっちゃ盛り上がってるので、来ていただくと必ず楽しい思いをさせていただきます。はい、はい、またまだ2月ありますよ。2月の20日また京橋に戻ってきてもらいます。あ、そうです、京橋ベロニカで、はい、
ライブをしていただいて、しかもこれがフルライブ形式ということで、あ、それも同じですね、あさってのライブと、はい、なのでいろんなバージョンの藤子さんを見れるという、あさって来られない人はぜひ2月20日チケット予約お待ちしております。はい、お願いします。で、藤子さんツイッターもされていますし、最初に言っていた藤子の部屋っていうのも過去の分も YouTube などで検索していただければ見ていただけますので。何回やってましたっけ、何回やってましたっけ、何をですか、藤子の部屋。あ、藤子の部屋何回でしょうね期間的には何年あ、去年から、去年ぐらいから始めたんですけど、結構じゃあ長いんですね、京橋 TV と同じくらい。そうですね毎週木曜日に配信してるんで。ああ、そうですか。はい、そちらの方もぜひチェックしてください。はい、よろしくお願いします。で、藤子さんミニアルバムを発売中でございます。藤子コレクション10曲入り1500円、こちらは会場だったりインターネットでも、はい、買うことができる。もうすぐなくなります。お、すごい、完売するんですか。はい、何枚ぐらい吸ったんでしょうか。わかんないです。でもとりあえずなんかなかったです。ね、あと少しですからね。はい。はい。あ、はい、歌。歌います？いや、どっちでも。どっちでも。おまけタイムで行きましょうか。ね、もしあれだったら、はい、全然。また後でね。そうですね。じゃあ豪華のおまけタイムになりそうな予感ということで。はい。ありがとうございました。ではファンの皆様に最後一言お願いします。ありがとうございました。また、あの、京橋 TV さん。うん。出させてください。ズボンぜひ分かった、来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、藤子さんでした。バイバーイ。ありがとうございます。ではね、この後おまけタイムで藤子さんが歌ってくれるそうなので、お楽しみに。はい、こちらはね、アーカイブに残らないのでお得感がいっぱい。そうですね。はい、ではエンディングに行きたいと思います。京橋 TV からもね、告知がちょっといろいろございまして、はい、まず先ほどからソーシャルで盛り上がっておりましたレディフォーから。あ、レディフォーから行きましょうか。はい、レディフォーとは何ぞや。レディフォーとは、あ、なんだなんだ、クラウドファンディングです。はい、ネットで皆さんからまあ少しずつお金を、寄付といいますか投資していただきまして、それでまあ大きなことを成し遂げようみたいなことでございますけれども、はい、京橋 TV もこちらのに賛成しております。目標額は42万円なんと42日間で。そう、42日間で42万円、はい、本日15時からですね、スタートしておりまして、今現状何人いるんでしょうか。なんと5人。まだわかんないです、何人ですか今。5人じゃなかったでしたっけ。5人、まあ、まあ5人も入ってらっしゃる。ありがとうございます。しかもその5人の中には、はい、あのユーストリーム界では超有名な大先生末広英二さんもっていう方がいらっしゃって寄付してくださっております。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。ですので皆さんからの お金はですね、まあ、基本的に機材の方に、かかってまいりますので、まあ、我々がねそれで打ち上げをするわけじゃないんですよ皆さんね。やっぱりでございますから、これからもいい京橋 TV を配信するためには機材がやっぱり必要で、プツプツ途切れちゃったりとかね、そういうところを徐々に改善していくためにも皆さんの協力が必要でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、でね、あのね、応援コメントも寄せられてるんですよ。はい、紹介しましょうか。はい、これはですね、中村さんという方からなんですけども、はい、もちろん応援しますよと。はじめは控えめに3000円を一口だけです。京橋って今の京橋をご存知の方はあの繁華街、歓楽街の京橋かと思われるかもしれませんが、もともと大阪城から京都へ向かう京橋口が起源ですからね。知ってました？いっぱいくださってるコメント。知ってました？そうでしょ？あ、そうなの？宮古島の文化資産でもあるし、東の玄関口、情報や人の出入り口、発信も受け入れもお願いしますねということでございまして。ありがとうございました。なので詳しくはレディフォーに見ていただければ、ね、京橋 TV はなぜやっているのかとかね、京橋 TV、はいはい、それに実際お金を寄付していただくとどんな特典がついてくるのかとか、うん、いろいろ載ってますので、そちらもぜひチェックしていただけたら、はい、よろしくお願いいたします。もう全然ね、高額じゃない3000スタートもございますので、ちょっといやらしい話なんですけど、お金を出すと、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あともう一つ、前回もお話ししました大阪国際女子マラソンが1月26日日曜日に、うん、ございまして、こちらにねボランティアに京橋 TV も団体の一つとして参加させていただくこととなりました。はい、でエリアとしては土佐堀通りの片町カフェエリアを監視させていただきます。監視ちゃうな、警備ですさせていただきます。うん、でもう気になって仕方なかったと思うんですけど、この黄色いジャンパー、そうこれこちらがね、着てたんです。あのスタッフジャンパーで、ちょっとなんと あそこにもあるんですけどね、そうプレゼントしていただきます。はい、これキャップもね、
そう、こちらスタッフジャンパー、スタッフキャップ、はい、であとは記念品、こんなストラップ、そうそうそう、見てください、これ非売品ですよ、スタッフにしかもらえないんです、ね、2014年そう女子マラソンのね、ストラップとね、このコートをもらえるわけですよ、ただで朝の9時から夕方の16時、うん、メインは11時から15時ぐらいで、うん、ちょっと高校生はご遠慮させていただいてるんですけども、上は65歳まで、うん、18歳から65歳までぜひぜひ募集しておりまして、人でもちょっとまだ足りておりませんので、なんか僕駐車場の人みたいな、もういいです、はい、でね、この大阪国際女子マラソン33回目になるんですけども、うん、あの野口みずきさんも参加されるんです。お野口みずきさんって日本記録保持さん、あ、そうなの、のどのってどの野口さんで、どの野口みずきさんってマラソン選手有名じゃないですか。そうなんですか、走るの速い人ですね、日本記録保持者ですよ、うん、なるほど、そうでね、昨年も10年ぶりにね世界選手権の代表ってなったんですけど、うん、ちょっと無念の途中棄権ということで、うん、この大阪国際女子マラソンにはかなり力が入っててリベンジってことで、まあ、そういうつまりはすごい有名な選手がいっぱい出てめっちゃ速く走るよってことですよ、有名な外国人選手も、うん、出場されますので、この大阪国際女子マラソンは世界陸上とか夏季オリンピックの代表選考も兼ねている、もうかなり立派なマラソン大会、大会じゃないですか、マラソン大会を、はい、守るために、そうそう、これすごいんですよ、ラジオ局とかテレビ局、かなり有名なラジオ局テレビ局新聞社メディア参加してる、すごいね、素晴らしいことなんです、だから皆さんぜひぜひ予定が空いておりましたら、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、参加されたい方は谷さんに Facebook なり、うん、京橋 TV から何かメッセージを投げていただければ参加できますので、ね、よろしくお願いします。そんな感じですか、はい、あ、カモさんがこんばんは、以前に視聴させていただいた時に当たった森本奈々さんのプレゼントをしていただきました、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、ね、それから C ゆかしさんって人がね、はい、むしろ京橋近いので観覧しに行きたいっていうのもあったりします、観覧ってあれなんでしょうか、大丈夫でございます、何の観覧、多分ここでしょう、あ、京橋 TV の観覧、うん、ありがとうございます、ぜひぜひ、はい、ぜひ来てください、よろしくお願いします。そう、さっきね僕ね、あの、はい、レディーポーのことで言い忘れてたんですけど、はい、実はあのユーストリーム番組会でおいて、このレディーフォーといいますか、このクラウドファンディングを使って、機器を募集するのは実はこの番組が初でございます。すごくないですか、だからこれね皆さんね、あのこの番組だけのためじゃなくて、今後もこの我々の後続のねユーストリーム番組のためにも道をね、そう道を切り開けたらな、我々はもうパイオニアなわけだよ、ちょっと先駆者、うん、そういうことだよ、言ったら大きいです、そういうことですよ、はい、です、皆さんね、もしそういう意味でも、ぜひお願いいたします。メルボルンさんが支援させていただきました、ありがとうございま す, います、バシバシ行きましょう、もう嬉しい、うん、ありがとうございます、ではちょっと今日はね、うん、藤子さんのうん、おまけタイムもちょっと後でありますのでね、歌を歌っていただこうと思うので、ちょっと早めに、え、そうなんですか、締めさせていただきます、さっきカンペ出てたでしょ、ごめん見てなかったで、うまい、はい、ということで次回も、1月21日ですね、64回目 MC はあの谷さんと西村さんも久々に復活していただけますので、うん、ぜひ来週もよろしくお願いします、はい、では今日の MC は亀井と藤本でした、はい、ありがとうございました、エンディングはですね、バイバイ、先週から、1月テーマは大輔さんのメロディーでございます、エンディングもお楽しみに、じゃあ今日もありがとうございました、レディフォート国際女子マラソンぜひともによろしくお願いします、はい、じゃあ皆さん風邪ひかないようにね池田さんみたいに、はい、はい、じゃあおやすみなさーい、どうもー、ありがとうございます。白を
知ってる。このメロディーがずっと二人の心をつなぐから、赤い糸がほどけぬように、手を離さないとずっと守ると誓ったんだ。やっほー、藤子だよはい、今から、どうやら歌うみたいなので、藤子の作詞作曲のラブという曲を皆さんにお届けしたいと思います。この歌はですね、ですね、なんて言ったらいいんですかね、いつも言ってるのは、藤子はみんなに愛をあげるので、皆さんはその皆さんが思う大事な人に愛をあげてください。そうするとのすごい世界中がいっぱい愛で溢れるんじゃないかなと思って作った歌です。はい、聴いてください。ラブ違います3番ですね、3番です。ちょっとだけ音量大きくならないですか。Again, no. Oh, yeah. I'm gonna again. 君が生まれた日、暖かい胸の中で、そっと優しく包んでくれた人がいる。Yeah.
一応 iTunes で配信してるので、よかったら iTunes の方で聞いてほしいです。はい。ぜひ YouTube、iTunes、はい、よろしくお願いします。聞いていただけたと思います。すごいんですね。高い声めっちゃ響きますね。あ、ほんまですか？すごい。はい、そう、ジェスチャーがね、なんとも言えない。見ても楽しいですね。耳だけじゃなくて、目で。ぜひぜひ。はい、本当に今日生ライブまでしていただいてありがとうございました。では、本当に3回目のゲスト、藤子さんでした。藤子でした。バイバイ。